で今回は大塚駅近くの肉ビストロ江戸さんにお邪魔しております。で今回挑戦するのが、元々総重量5キロですよね。あれ元々5キロのチャレンジメニューをちょっと増量していただいて 6.5 キロのチャレンジメニューに挑戦しようと思います。でこのクリームソーダも込みで 6.5 です。元々チャレンジメニューくっついてるの初めてです。めっちゃ楽しみ。クリームソーダ好きだから嬉しい。6.5 キロ制限時間40分の固形なんで、まあまあハードだなってよし頑張ります。チャレンジスタートまで5、4、3、2、1スタート。ありがとうございます。いただきます。頑張ります。いただきます。めっちゃ元気。少しです。めっちゃでかい。すごい。いただきます。どうする？ワインとかお酒にすごい合う味ですよ。私今日味わって食べたいわ。すごいザクザクしてて美味しい。マッシュポテト。めっちゃ美味しい。
ちょいい。あともうちょっとです。あ、でも時間もあともうちょっとです。あれ、いやいや、まだ15分あるお肉ばっかりなんですけど、全部柔らかいからめっちゃ食べやすいんですよね。あ、本当ですか。うん、すっごい美味しいです。胃袋は全然、全然今のところは。で、結構急に来たりするんで。あ、そうなんだ。もしかしたらやばいかもしれない。あ、本当そうなんだ。ちょっとしたら負ける気しかしない。ずっとなんか体の調子が最初の方からおかしくて、なんか腰違うんですよ。しゃっくりがずっと出そうなんですよ。しゃっくりが出そう。そうなんですよ。それと今すごい戦いながら食べてて、もしかしたらちょっとやばいかもしれない。あ、マジですか。そうなんですよ。最高で 8.2 くらい。 8.2、 うん、記憶ないです。途中から言った記憶、あ、うん、やっぱ言いますね。ないです、ないです。そうなんだ、うん、記憶ないって言ってたんだ。中盤あたりから本当に覚えてないんです。覚えてない。自分は何をどう食べたのか分かんないの記憶なくなるまでだいたい3、あ、でももともと食べる方であったんですけど、その何キロっていうのを食べるようになったのは、はい、多分3、4年前ぐらいですね。うん、で、その学生時代とかも普通に人よりは食べれる。食べてますね。休み時間のたびに、あの、学食行ってます。休み時間でも空いてる学食にもらってくりしてる。うまそうだろ。全部でどれくらいあるんですか。それで
で1キロぐらい、うーん、メロンソーダだけで、ニラアイスにバニラビーンズとか入ってるタイプです。やっぱり好きなんですけどね、胃が膨れますね。これはなかなか量があるぞ。出ましたかね。おめでとうございます。やったね。ありがとうございます。やばっ、これやばいですね。シャックしそうなところが多そうだ。追い打ち、めっちゃ美味しかったです。本当に全部が牛タンの シチューって言ったらいいんですか。はい、わぁ、硬いっていう概念がない牛タンです。もうほろほろ。いやでもこれは普通に考えて、もともとの5キロのチャレンジもなかなかすごい量やなって思ったん で今回のこのチャレンジメニューで載ってたメニューは通常でも頼むことができるんで、本当に全部一品一品美味しかったんで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃね。いやでも多分後半メロンソーダだったからやばい。今日もでもめっちゃ張りました。